のぶけんさん、えりさん、たかなりさん、ピカリンさん、ミフリマーさん、あんこクリームさん、ジンゴマさん、有酸素運動マンさん、イタッチョさん、ラムさん、ひとしヒットさん、笑っていこうさん、ガタガタさん、ミチカさん、ミクリンさん、コジコジさん、ニックさん、ミニーさん、カミカミ TV さん、ハヤヤンさん、レソナさん、あやまじまじさん、ユカニャンさん、トムさん、アツシさん、アツシさんまで言った。アツシさん、ブラックさん、エダーズさん、アイクさん、梅ちゃんの友達さん、りょうたさん、水玉ワンピのめぐみさん、ダイさん、あと、クッピーさん、ミカサさん、ライチパパさん、マサト、聖人さんか、マサトさんか、わかんない。ごめんなさい。あと、ジンさん、ミフリマーさん、カネックさん、キーさん、オメガセブンさん、ミッチさん、ポイさん、はい、ここまで。こんばんは、皆さん。ありがとうございます、たくさん。ふう、そう。はい、唐突なお知らせにもかかわらず、皆さんありがとうございます。そしてなんかもうすでに、そうそうそう、なんか今日のさ、夕方ぐらいから、なんか私たちのラストアイドルの新しい7枚目の最新シングルが、9月の11日に発売するんですけど、青春トレインっていう曲で、それをがなんか、ショールームでね、CD 買えるよみたいな。やつのキャンペーン、サバイバー前作の時もあったんですけど、今回もやるよってことらしくて、で、どうやって見るんだろう、これは。買ってくださった人。ありがとうございます、なんかすでに。どうやって見るのこれ。あ、これ iPhone でしか見れないんだ。そうだ、確か。言ってたわ、そんなこと。おいしょ、ちょっと待ってね。iPhone のショールームを開きますと。そうそう。昨日は、M ステに出ました。イエーイ。全然思ってなさそうなテンションで言っちゃった。申し訳ない。ちょっと待ってね。自分のルーム探してから。わ、待って、うるさい。え？めっちゃ自分の声鳴った。大丈夫だった？聞こえなかったかな？待って、これ、でもどうやって見るんだろう？あ、購入ログ。あ、モデラーやさん、ありがとうございます。あ、そう、みんな CD を買ってくださる方がいたら、ぜひ、サムデイサムヤ版をよろしくお願いしますっていう、あからさまな宣伝を入れていく。ぜひ本当になんかすっごい不安で、なんかさ、今回旧形態あるんですけど、初回版がのいつも特典とかカードとかが封入されてる、いつもの DVD がついてるバージョンで、あとウェブ版っていう、いつも劇場版 AKB さんとかで言うとか、握手会、個別握手会が個別握手会の件が、なんかちょっと危うい、もう一回、あ、いいよ、はい、個別握手会の件がついてくるやつ、ネットで買った時に、なんかもう説明下手くそかって感じなんですけど、そう、で、なんか、いつもの、なんて言うんだろう、ラスアイ版、前作でいうラスアイ版と同じ立ち位置に、今回、そのユニットごとのやつが引け、これか、サムサム版、よろしくね。よろしくねにしとこう。ね。はい。で、またびっくりと。これでいけるのか。どん。いけてる？あ、来た。できてる。そしてなんかそんなこと言ってる間にまた飛んでた気がする。あ、エリさん、サムサム版ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。そして、マサハルさん、サムサム版。あ、5個もありがとうございます。嬉しいです。ありがとう。あ、あと、ジョナさん。サムサム版。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。ぜひぜひ、サムデイサムヤ版の方、よろしくお願いします。っていう感じで。そう。で、M ステ出たんですよ。ありがとうございます。本当に。なんか、なんとですね、階段を今回は降りることができて、ありがたい、本当に。なんか前回、大人サバイバー、6枚目のシングルの大人サバイバーの時も、
ミュージックステーション、ダメ、ミュージックステーションって言っちゃった。ミュージックステーション、出演させていただいてたんですけど、ちょうどね、階段を降りる階じゃないというか、なんか、階段を降りる構成がない階で、なんか、オープニングでもうすでに椅子に座ってるみたいな感じだったんで、降りれなくて。でも本当に嬉しいです。もう、降りられて、降りることができて。そう、そんな回あるんだって私も知らなかったんだけど、めちゃくちゃ嬉しい。4年ぶりに階段シーンなかったの、サバイバーの時。すごいね。それはそれでラッキーだったけど、だからでも逆にどっちもコンプリートしたんで、もう。これやれたんでね、よかった。松本さんのギターを聴きながらも、もうね、めちゃくちゃイメトレはしてたんで、本当に。もう、そう、あとはもう、カウントダウン TV をご覧の皆さん、こんばんは、アスタアイドルですっていうわけ。めちゃくちゃ嬉しいです。頑張ります、降りれるじゃない、言えるように次は。そう、でもあれですね、あれも、そう。そのタモリさんとお話もしてみたいんで、もっともっと、でも緊張しちゃいそう、もしもうもっともっと頑張って、もしそうなったとしても絶対緊張しちゃう。すごいね。でも頑張りたいなって思いました。でも2作連続で出演させていただけるのは本当にありがたいなってすごい思ったし、もっと頑張らなきゃなって思いましたね、本当に。あ、髪切ったって聞かれたい。私も。切ろうかな。明るく見えます？髪。染めてはないんですけど。でもなんか地毛だったんですけど、地毛だったんですけど、今も地毛なんですよ、全然。エクステとかじゃないんですけど、なんかどんどんね、このお仕事をさせていただく上で、なんて言うんだろう、ヘアアイロンとかを当てる機会がめちゃくちゃ増えて、なんかでもね、私アイドルやってなかった頃なんてもうヘアアイロン持ってないし、コテも持ってないみたいな感じだったから、まあ、全然当ててなかったんですよ、熱を。そしたらどんどん傷んできちゃってて、今もトリートメントを行ってるんですけど、でもお手入れが大変そうだから無理。紫シャンプーとか絶対無理。まあ、でいっぱい飛んでるよね、そういえば。いっぱいあれが、飛行機が。あー、いっぱいありがとうございます。あー、みんなサムサムバンダーしかもありがとう。花場さんありがとうございます。そしてナッスーさんありがとうございます。あ、ニコもありがとう。あと有酸素運動マンさんありがとうございます。そしてクッピーさんありがとうございます。そしてジンゴマさん、ジンゴマさん、ありがとうございます。そして、笑っていこうさん、ありがとうございます。そして、ピピさんかな？ピピさんだ。ありがとうございます。皆さん、ありがとう、サムサム版、嬉しいです。なんかね、多分、CD を購入してくださった方がいると、多分飛ぶんだと思う、飛行機は。わかんないけど。でも、ありがとうございます。もう本当に嬉しい。すっごい不安なんですよ、サムサム版なんで、ぜひ皆さんお願いします。ついでとかにね、ぜひお願いします。そう。で、そう、M ステ。でもなんか、すごいね。やっぱ激しいダンスなんで、なんかリハーサルの時とかも、なんだろう、私、マイクがね、落ちちゃって、てかなんか最初腰につけてたんだけど、激しすぎて、マイクがね、なんか当たっちゃって腰に、めっちゃ痛くて、で、それでなんか、お尻にあたりにつけてたら、ずり落ちちゃって、一回マイク落ちちゃったんですよ、リハーサルで。で、やばいと思って、もうめちゃくちゃ緊張してたんですけど、本当に、本番はなんとか落ちずに、ちゃんと踊り切れて、本当に良かったですね。
無視じゃない、テレ朝がもうほとんどもうなんか数時間後にもう一回テレ朝に来るみたいな感じだったから、あの2日間はね、あの木金はね、多分家よりテレ朝にいたあの2日間に関してはテレ朝が家でした、マジで。そう、マイクが落ちちゃって、だからもうそれくらいねすごいダンスなんですよ。でも本番は無事に終わって本当に良かったです。でもやっぱいい曲なんでね、本当に。しかもあのこのさ、死んでも絶対大人にならないって終わるのがいいよね、あれが。またそうなの、私もあれすごい、あの終わり方すごい好きで、あの構想も大好きなんですけど、でもなんかそのなんか3回に1回はあの終わり方みたいな感じにしたらいいのにって思った、すごい。ね、あの終わり方いいよね、すごい。なんかこれ言っていいのか分かんないんですけど、なんか本当はね、なんだろう、前奏があって最初でもなんかあの振りの始まりってこうやってやってるところから急にトレーンって入るんですよ。だからなんかすごい入れなくて、その前奏がかっこよすぎてなんかタイミングがつかみにくい前奏だったんです。だから入れなくて、どうしてもバラバラになっちゃって、入れてる子もいるんだけど、なんかその絶対入れないみたいな、なんかもう 100% の確率で入れなくて、なんだろう、なんかもうその10なんだろう、8割ぐらいしか入れないみたいな感じだったから、なんかあれなんですもう語彙力マジでもうどんどんなくなってる、語彙力ごめんなさい本当に。そう、あの8割ぐらいの成功率だったんですよ、その入りが。だからタンタンタッタッタトレイントレイン走り出すよになっちゃったってかなったんですよね。まあそれはそれでめっちゃかっこいいと思うんですけど、もうね、前奏がめっちゃくちゃ良かったんです。本当に前奏がめちゃくちゃ良かったんですよ。だからすごいショックでした、私は。まあでも確かに入りにくかったんだけど、ちょっと難しかったんだよね。なんか音がね、大きくなったりちっちゃくなったりして、大きくなって入るって感じだったんです。これ言っていいのか分かんないけどだからね、すごいショックなんですよ。だからあの前奏バージョンもいつかやれたらいいのにと思ってね。なんか夜ライとかであれだったら、もしよかったら。でもいろいろ規約とかって大変なのかな、そういうのやるのも難しいけど、めっちゃやりたかった。かっこよかったんだよ、なんかブーンブーンみたいな音すっごい伝わってない絶対これめっちゃかっこよかったんですよ、本当に。そうなの、だから悔しいけど、でもね、どっちのバージョンも気に入り、あれの急に入るのもかっこいいし、ああ、そうそう、そういえばあれだよね、今日で終わりだ。え、待って、今日8月 31?31 か、まだだ。そう、今日であのファミマのプリントが終わりだったんですよね。私は3回やったんですけど、1回目がももなちゃんで、で2回目がまひろちゃんで、3回目がるかちでした。だからしゅりちゃんは自引きできなかったけど、まあまあまあ、ももな1回目で出たから大丈夫、オロケー。あ、私当たりましたか、ありがとうございます、嬉しい。シュリちゃん弾いた人いいな、ずるい、めっちゃ欲しかった、本当に。あ、そう、グッズで言ったらさ、なんだっけ、9月の10日ぐらいから109さんとポップアップショップがコラボ、なんだろう、109さんでポップアップショップをさせていただけることになってね、めちゃくちゃ嬉しいんですよ。もうなんか欅さんとか日向坂さんとか好きなんで見てたんですよ。だからすごい、まさか私たちが次はなれるとはっていう感じで感無量です。もうね、そう、限定のアクセサリーめっちゃ気になる。あとあれが気になる、あのショッパー、あのショッパーめっちゃいいよね、ちょっと欲しい。
あと今回のタオルも結構なんだろう、なんか青春トレインのタオルなんだと思うんだけど、なんかラストアイドルのさ、公式グッズ感が良くないですか？なんかのシンプルイズベストって感じが。なんかもう、なんて言うんだろう、オールシーズン、どのシングルの時も使えそうでいいなって思いました。あの T シャツちょっと笑っちゃったけどね、ちょっとくすってきちゃった。すごい。このシルエットの T シャツ。見ましたかね、皆さん。あ、そう。三角マークのね、ブレスレットとネックレスだった気がする。ケーキさんの時。あれ、マジで買いに行こうか迷ったんだけどさ、混みすぎてて、なんか、降ってきたな。待って。誰だろう。どなただろう。これだ、どなただった？今振らせてくださった方。ちょっと。振らせてくださった。蓄積で振った方。あ、高成さん、ありがとうございます。蓄積。ありがとうございます。最後に投げてくださったのは、お星様かな？ ありがとうございます。一番星。あ、CD もそろそろやばいやつって感じだけど。ツインテールだから2本あるから1本もらいました。ごめん。よいしょ。でも私がもうやってもらえばよかったなって、やっぱちょっと後々思ってきた。すごい。だって、絶対ないじゃん。そんな普段。もうやっとけばよかった。もし次に出させていただける機会があったらやりたい。でもちょっと恥ずかしいなと思ってツインテール。やっぱ年齢でななみどうぞって譲っちゃったけど。もう まあまたの機会にですね、頑張ります。また出れるように。はいって感じで。そうね、日本代表戦も出演させていただいて、試合も見させていただいたんですけど。いやー、噛まずにやれました。なんかさ、すごい緊張しすぎてて、なんか B リーグの時は結構なんだろう、覚えてたんですよ、やった内容とか、どんな風に言ったかとかを結構どんな風に言ったかちょっと覚えてなかったとしても、なんだろう、終わった後に、やったな、みたいなことを覚えてたんだけど、もう緊張しすぎて、なんか、もう、終わって帰ってきても、あれやったかなみたいな。なんか3秒前に出ていったなみたいな気持ちで、すごい。だからなんか、すごいなんか、なんて言うんだろう。成功はしたなって思ってるんですけども、全然記憶がない。もう。でも結構うまく言えてた気がするんですよね、号令。なんかすごい、やっぱりね、なんか結構練習期間がめっちゃなくて、2日間ぐらい。2日？リハーサル2日でやったんですよ。3ヶ月ぶりとか。あれ、3月にやったから5ヶ月ぶり？ 5 ヶ月ぶりだけど、2日間だけで練習してやったんです。本番だったから。全然声が物んなくて、なんか結構みんなはね、すごいやっぱ、もう、めちゃくちゃ、もう、慣れてた。なんかもう、やっぱ体で覚えててみんなすごいなと思ったんですけど、でもやっぱ新しいとこもあったから、そこはね、ちょっと苦戦したんですけど。でも声がね、全然お腹から出せなくて。なんかリハーサルの時も結構喉使っちゃってて。でも結構本番は低めの声を出せ、低めというかお腹から、なんかちょっと、なんて言うんだろう、指揮者っぽい声が出せたんじゃないかなって思っております。そう、でも2日の、なんか1回1回もうなんだろう、半分ダンスやってたから、なんて言うんだろう、ダンスの練習して、じゃあ一緒にやろうみたいな感じで、特に1回目とかもうみんなもうダンスレッスンがめっちゃ詰まってた時期で疲弊しすぎてて疲労がすごくて、だからもうほとんど数時間しかやってなくて1回目の練習で、2日目がなんて言うんだろう、2日目とかちょっと時間が空いてたんですけど、まあ2回目の練習が結構まあちょっと午前中はじゃあ団体行動でみたいな感じでやらせていただいたんでできたんですけど、でもよかった。あ、今もばめきた。ちょっと、そう、検閲がね、入るんで、ちょっと、あれなんですよ。タイムラグがあるんですけど、ショールームやる、ギリギリ直前に書きました。
でも今日のモバメちょっとあの歌っぷりのキングダムの感想を書くだけで終わっちゃった、ごめんなさい、先に謝っときます、ごめんなさい、はいっていうあ、そう、清原監督とももう本番を見に来てくださって、しかも清原監督はあの私たちの衣装を知ってくださってるのか分かんないけど、まあ、真っ白のスーツで来てくださってめっちゃお揃いみたいなペアルックみたいな感じで嬉しかったです。すごい、ちょっとね、そう、歌プリのキングダムのね感想いっぱい書こうと思ったんだけど、ちょっと手が疲れちゃったから、ちょっと本当もう5分の1ぐらいで終わっちゃった、ごめんなさいそう、あ、そうそう、あと MV ね、 MV、 そうだ、 MV 公開したんだもんね、イエーイ。そう、みんなも見てくださったらちょっと分かったかもなんですけど、本当にね全然見たことない機会がいっぱいで、なんか結構一回踊るたびにやっぱみんなめちゃくちゃ疲れるんですよ。だからなんだろう、一回踊るたびに5台ぐらいのカメラをあの使って撮ってくださってて、そうだからなんかなんて言うんだろう、なんかね、まああのクローンじゃないドローン、あのサバイバーの時もあったんですけど、ドローンを使ったりとか、まあ普通に定点カメラ 2,3 台あったりとか、あとなんか車に乗ったカメラがもうボーンみたいなもう初めて見たあんなカメラ、もうすごかったです。なんか車がいっぱい走ってたりとか、なんかあとあの最後のラストシーンの池みたいなのあったじゃないですか、あれも作ってくださって、スタッフさんがなんか本当に土みたいなとこだったんですけど、なんかそこだけ水をめっちゃ運んで作ってくださって、池を、本当にすごかったね。照明とかももう全然見たことない機械が機材、照明、見たことない照明がいっぱいあったりとか、あと燃やしてて、本当にあの後ろで燃えてるやつも本当に燃えてて、すごい山火事みたいな感じの煙が出てきたりとか、すごかったです。とにかくもう気合の入り方が違いました、今までと。すごかった。なんでめちゃくちゃいい出来になったんじゃないかなと思うんですけど、私見つかりました、そういえば。なんか我ながらあんま見つからないんじゃないかと思ってるんですけど、なんかさ、すごい、なんか私の想像で言うと、なんかもうもっとね、汚いって言ったら失礼だけど、なんて言うんだろう、もう泥んこで、もうなんだろう、もうここら辺も泥ついて、もうなんか、はぁ、はぁみたいな感じの MV だと思ってたからね、あえて髪もなんだろう、全部下ろして、もう顔見えないぐらいの気持ちでやろうと思ったら、意外とみんななんだろう、結構綺麗めに写ってて、顔、私だけなんかさ、もうこんなんだったからさ、ごめんなさいと思った。すごい、どっちかだけでもあげればよかったかなってちょっと反省もしつつ、まあでもなんか自分のなんだろう、イメージしてた MV としてはあんな感じだったんで、まあまあまあいいでしょうという。ただね、結構そのなんかカメラで抜いてもらってる時も結構ねこういう感じだったから、そこだけなと思いながら、難しいなと思って。だから欅さんとか本当にすごいよね、あんな激しいダンスしててさ、よくあんなに顔が綺麗に映るなと思って、全然うまくね映んないの。本当に青春トレインの期間やっててすっごい思うんだけど、なんか結構そのなんだろう、歌番組とか、うん、MV とか、なんかそういうカメラで抜かれる時とかも、全然うまくね、下ろしたいんだけど、下ろしてたら顔が映んなくて、申し訳なくなっちゃうから、すごいなって思う、本当に。うん。そう。池田監督で、しかもそう、水の中に、寝そべったんですけど、あれ見ました？あの、私が寝そべってるとこだけなんかめっちゃ砂利道みたいなところで、なんかその、あれが、なんか、場所の問題なのかわかんないけど、めっちゃくちゃ汚れて、私の右半身が。マジで汚れちゃって、もうね、抹茶色なの。写真、なんだろう、なんか、私のなんか、まだおっしゃってあげてないのあげますね、そのうち。そう。めっちゃ汚いの、私の右半身が、マジで本当にびっくりしちゃう。多分なんちゃら死ぬまで夢を見てなきゃ生きてるぐらいの時に映ってるかな、多分汚い右半身が。なんか何回かね撮り直してるから綺麗なシーンもあるんだけど、一番最後に撮ったやつがその寝そべってるところから撮ったから、めっ
っちゃ汚くて、これがマジで多分一番汚れたと思う、あのね、すべて。なんかでも結構みんなね、その衣装を汚せるのって初めてだからさ、なんかもういつも絶対衣装を汚すなって言われて、もうご飯食べる時とかももうめっちゃ頑丈に服かけて食べたりしてるから、もう汚せるみたいな感じでみんなもバシャバシャ泥かけ合ったりしてたから、多分そのみんなの遊びを含めたらちょっと私の方が負けたかもだけど、多分あのパフォーマンスに関して一番汚れてて、私が多分本当にもうあのね、あの道やばかったね、あそこの場所だからやばかった。そう、でも洗濯してくださってスタッフさんとか衣装さんがめっちゃ綺麗になりました。なんか一回洗濯していただいたんだけど、まだ落ちてなくて、右半身がやっぱり汚すぎて、でももう一回洗濯していただいて落ちてましたね。すごいなと思った。そう、でも本当にやばかったね、あの道。私だって遊んでないんですよ、別に。なんかその自らなんかかけに行ったりとかしてないのに、普通に汚かったもん。特にね、まあ、ここが やばかったんだよね。映ってないかな、どっかに。びっくりだから、本当に。そう。もう、自分でもびっくりしちゃう。なんだろう、でも。MV か。あ、そう、松明。松明がね、怖くて怖くて、もう、あの、YouTube のさ、限定公開の、なんかあの、なんだろう、お知らせみたいなやつでさ、YouTube チャンネルの方に上がってるオフショットで、あの、ハトちゃんがめっちゃ笑顔でこうやってやってる時に、私が後ろで、みたいな顔してるんだけど、もうね、マジでね、もう怖くて怖くて、松明が。もう全然モテなかった、あれ。もう、見た？みんな見てる。そう、もう、本当に怖かった。もう、ももなちゃんが場所近かったんだけど、めちゃくちゃ心配してくれて、大丈夫？一緒に火消そうでって言って一緒に火消してくれたり、もう本当に天使だった。もうマジで怖かった。もう、あ、そう、練習はね、火ついてなかったの、リハーサルの時は。だから全然余裕だったんだけど、めっちゃもう無理だった。しかも結構近いじゃん、メンバーと。だからもう万が一さ、燃やしちゃったらもうどうするのと思って、もう火災保険とか入ってないし、もう怖いと思っちゃって、もう申し訳ないと思いながら、でもちゃんと本番の時は頑張りました。そう、でも本当に無事に終わってよかった、本当に。でもあのシーンかっこいいよね、松明。せっかくならね、みんなで持ちたかったなって思うけど、もう、そう、火災保険ではないか、なんだろう、まあ、なんか保険、そういう系の保険とか全然学んでないし、私まだ。もう、どうするのと思っちゃって。まあ、なんとかなってよかったです。もうなんだろう、MV は。まあ、ぜひ見てくださいって感じですね。あ、労災保険、確かにそれかもしれない。なんだろうな、 MV な。でもなんかやっぱ結構踊ってたので、なんかあんまりなんか特にここみたいなとこなかったんだよな。はい、って感じで。あ、そう、あ、言ったわ、そういえば。あの、サムヤ版の悲しい歌はもう歌いたくないだよね、タイトル。あ、合ってるかな。がすごいいい曲だよっていうのを言ったわ、前回のショールームで言ったよね、確か。これそう、すごい好きなんですよっていう話でした。ぜひ聞いてみてください、発表されたら。めっちゃいい。あ、 CD みんな買ってくれてる？ちょっと待って、よいしょ。わ、本当だ。どこまで読んだかな。わ、ここ、あ、マリーさん、イタッチョさんまで読んだよね、さっき。え、イタッチョさん読んだよね、私。あ、イタッチョさん読んでない。
まじでイタッチさんも読んどくね。イタッチさん、ありがとうございます。ありがとう。ごめんなさい。じゃあ、マリさん、ありがとうございます。そして、アミさん、ありがとうございます。すごい、みんな様々漫だ。ありがとう。さつきななつきさん、ありがとうございます。はい、そして、ゆうやさん、ありがとうございます。そして、みくりんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、終わらなきゃ。終わりの時間だとお姉ちゃんが言ってる。カザリンさん、ありがとうございます。そして、レソナさん。あ、5個、ありがとう。ありがとうございます。いっぱいありがとうございます。そして、マブーフさん、ありがとうございます。みんなありがとう。ぜひ、サムデイサムヤ版、よろしくお願いします。ありがとうございます。そう、終わらないと。そう。あ、そう、握手会で、んどうしよう。そう。今日は、初音ミクちゃんのお誕生日。おめでとう。おめでとうございます。そう、今日マジカル未来やったじゃん。もうめっちゃ行きたかった。もうね、今年の春先ぐらいにマジカル未来のチケット取っていいですかって聞いたの、スタッフさんに。そしたら、いや、この時期は多分忙しくなってる予定だから入れないで、みたいな言われたから、入っていって取んなかったらさ、もう今日と明日お休みなの私、行けるじゃんっていう、めっちゃショックなの、もう。取ればよかった、本当に。なんで絶対これチケット取ってたらね、絶対仕事入ってたの、私そういう女だから、もう。そうなの。もうね、今までもそうだったの。そういうなんかチケット取ったら確実に仕事が入る女だったから。もうショックすぎて、もう本当に行きたかった、マジカル未来。しかもなんか親子券みたいなやつがあって、もうお母さんと行く気満々だったんだけど、悲しい。スケジュールは難しいね、本当にこのお仕事。今も一個ちょっと願ってるものがあるんで、ちょっとみんなも願っといてください。お仕事かぶりませんようにって願っといてください。一個まだあって。なんで、はい、って感じでですね。じゃあそろそろ終わるんですけど。そうにね。ぜひロム線の皆さんも、とりあえずお姉さんって打ってみてください。それではいきますよ。ギフト、教えて。お姉さん。みんな言えてるかな？あ、言えてる。ありがとう、お姉さん。じゃあお姉さんはよろしくお願いします。はい、ってことで、次、スクショタイムいきましょう。私が目をつむっているので、それでパッてやった瞬間に、一番最初に、ポーズリクエスト。していただいたポーズを、なんだろう、答えます。もうダメ、もう。はい、もう一回仕切り直して言いますね。私が目をつむってパッてやった瞬間に一番上にあったリクエスト、コメントのリクエストに答えていく感じのスタイルでやっている、います。私のスクショタイム。もう、じゃあ、まあ、とりあえずやるんで、もし、スクショタイムのリクエストありましたら、どうぞ、ポーズのリクエストあったら、ぜひコメント今お願いします。どうぞ。タラララララ、タラララ、タラララララ、これできないんだよね。タラララララってやつ。あ、ちょっとできた？タララ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 ラ。でも最後だけできる。はい、今ここ。あかね先生！あかね先生！って、なんか、こういうポーズじゃない？ちょっと、わかんないけど。でもこういうポーズだよね、ちょっと。なんか、ハートのグラサンみたいな。はい、終わりです。大丈夫かな？まあまあまあ、いいでしょう。はい、そんな感じでした。はい、じゃあお姉ちゃんのやつが届いてたので読みますね。ギフト読みます。高成さん、ナッスーさん、ミフリマーさん、笑っていこうさん、モッチーさん、マブーフさん、ジョナさん、ナミヘイさん、レソナさん、リョータさん、花輪さん、クッピーさん、ミクリンさん、横浜のノーリーさん、トシーさん、ミヤコさん、カズカズさん、イタッチョさん、ジンゴマさん、東京モンさん、ダイダラーさん、ウメちゃんの友達さん、アイリさん、サツキナナツキさん、ミチカさん、ワンワンオさん、ちょっとオッサンズラブっぽい。デンカさん、ペイクズ24さん、ありがとうございまーす。そして、あれだよね、CD の続きを読みます。さっきは、いない？購入いない？でも私、コウジさんとカツオさんまだだよね。コウジさん、ありがとうございます。そして、カツオさんもありがとうございます。皆さん、サムデイサムヤ版ありがとうございます。たくさん。
嬉しい。また期間中にね、もう一回ぐらいできたら。でも明日も暇だからさ、ちょっとやるかもしれない。なんか最近、そう、前回も言ったんだけどさ、あのコメントをズワーって読む配信をやってないって言ったのに今日やんなかったじゃん。ちょっと今日は M スタの話しちゃったからできなかったんだけど、それをやんなきゃなって思ってるのと、あとカラオケ配信をやりたいんだけどさ、私あれ歌いたいんだよね、あの乃木坂さんの夜明けまで強がらなくていいと、あと図書室の君へ、もう図書室の君へがめっちゃ好きで、私歌いたいんですけど、まだ入ってないですよね、あれでダムに。だから入ったらやるかな。そうやりたいんだよ、カラブケ配信もすごいやりたいんです。ないよね、あれいつ発売だっけ。またやりたいんで、まあいつか、なんで、まあもし やれたらやります。はい、待っててください。あとはあのクイズ、まあなんでもない、それはなんでもない。はい、ってことで、じゃあ最後、あ、違う、そして感謝ですというので、皆様はよろしければ合唱とコメントで書き込んでください。あのもうドム戦の皆さんも初見の皆さんも今入ったばっかだよって方も、最後合唱だけ書いていってください。あの私がですね、なんか最近3回前ぐらいから導入したシステムで、なんか1回目の合唱を打ってくださった方と100回目の合唱を打ってくださった方をなんかわーってやるんで、ぜひ1番手と100番手とどめを刺すのを目標に、いっぱいいっぱいは言わなくてもいいかもだけど、言ってみてね。ってことで、じゃあ行きます。皆さん本当にたくさん視聴してくださったり、コメントくださったり、あの星くださったりね、ギフトくださったり、あと CD も本当サムデイサムヤ版ありがとうございます。皆さん CD もぜひ、あの本当にありがとうございます、買ってくださったり。本当に皆さん今日は急な告知だったんですけども、配信見に来てくださってありがとうございます。それでは皆さん感謝です。合唱いけ、いけた、あ、いってる、頑張れ、今からです、頑張ってみんな、合唱です、合唱合唱、感謝です、ありがとうございます、合唱。